今日のテーマはもう一度、介護施設の経営価値についてお話をします。ポイントはその介護施設の故障なんですね。老人ホーム、高齢者住宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、最近ですとサービス付き高齢者向け住宅、さまざまな言い方があります。私はずっと特別養護老人ホームの施設長をやってきました。でこの特別養護老人ホーム、故障、通常特養というふうに言っていますが、実はこの言い方に随分抵抗を持っています。でこの特養は、この特養は昭和38年に創設された老人福祉法の中で使われてきた言葉です。養護老人ホームから特別養護老人ホーム、養護からに特別がついた、その特別っていうのはおそらく介護という意味です。ただ時代が変わって、もうその故障に世間のニーズはついてきていないんじゃないかというふうに思い始めています。じゃあ代わりにどういう言葉が必要なのか。例えば介護保険では介護老人福祉施設という言い方です。介護保険が老人福祉法の特別養護老人ホームを介護保険が使える施設として指定をしました。介護老人福祉施設という言い方です。ちなみに老人保健施設は介護老人保健施設というのが介護保険での言い方です。さあ、時代のニーズに合った高齢者の方々が命を託して、あるいは介護職員に限らずスタッフの方々が自分の人生をかける施設の故障として、今どういう表現が適切なのか、ずっと考えていますが、結論が出ていません。これからもずっと考えていきますので、ぜひ、この動画をご視聴いただいて、皆さんと課題を共有して新たな特別養護老人ホームなどの故障を再検討していけたらいいかなというふうに思っています。ぜひご視聴ください。かつて特養は案内施設というふうに言われてた時代があります。ここに入居していることを内緒にしてほしい、こんな施設で働いていることは人には言えないというようなことを問われた時代がありますが、今はもうそんな時代ではありません。特養の経営価値は非常に高まってきました。超高齢社会が訪れました。我々は、不老長寿を目指して、高齢者福祉の社会を担ってきました。確かに平均寿命は、80数歳をすでに超えています。おそらく他国と比べると長寿という課題、目標は達成できたものと思われます。ただし、不老長寿の不老という問題は、獲得できたかどうか、ちょっと考えてみましょう。我々の長寿は、工業、技術の発展に伴って、長生きできる時代を獲得できました。それは、病原菌に対する抗生物質の活用、あるいは、栄養の充足、住環境の環境調節が功を奏して長生きの時代は獲得できるようになりました。ただし一方では、工業社会の工業化に伴って出生率が低下する、その一方では高齢化が進んでいます。高齢化率が 25% 相当という現在の超高齢社会において、少し人間の価値観なしは老いというものを捉え直してみる必要があろうかと思います。老いていくことは、何かを喪失してしまう、若さ、体力、健康を喪失してしまうという不安、ないしはそういう概念が非常に強く残っています。確かに人間は、生まれて、赤ちゃんの時代、これは、生物としては非常に弱い時期です。また少年から青年になって熟年の時代は非常に生物としては非常に強い時期です。少年、青年、中年、老年という時期を経て、体的に見ると対抗老年期が訪れます。ここが一般的に言われる喪失の時期です。生き物としては確かに弱い時期でありますが、人間の価値としてはいかがでしょうか。
人間の価値は体が強い弱いというだけでは決まりません。情人、愛というものをきちんと、育てながら人間としての価値が、高まってきます。この時期が実は、老年期に得られる人間としての価値です。65歳から制度的には、高齢者となります。そこから喪失してだんだん老いて、失われていくイメージがありますが、一方では、こういう考え方があります。65歳を超えて、開花期に入る。で、75歳を超えて、その人生は結実を迎えるという考え方です。で、もちろんその先には、寿命が尽きて大往生が待っていますが、こういう人生の捉え方をすると、年を重ねる、老いることは決して、悪いこと、マイナスだけではありません。50歳を超えて65歳以降になって、いかに年を老いて生活をしていくか、老齢前修練という、新しい教育の、必要性が問われています。確かに生き物として、生物体としては弱い時期になりますが、人間としては非常に充実した大切な時期を迎えていきます。高齢者福祉、ないしは高齢者介護と連動した形で、高齢者医学の解釈もあります。病気を治す、あるいは回復をするという医学が中心になりますが、65歳を超えた高齢期については、病気を治すという医療だけでは自分の人生を支えてくれることは難しくなります。高齢期に必要な医学は、病気を治す、ないしは回復をするという分野だけではありません。健康増進から、予防的な概念も含めた、高齢期を支える、ムンテラ的な医学的、医療も求められています。長寿は獲得できましたが、果たして老いは、こういう老いの授業をするのは簡単ではありません。最近アンチエイジング、老いをできるだけ、先延ばしにして若い時期を延ばすという概念が非常にヘルスケアの中で求められています。ただし、今我々超高齢社会のを住む我々にとって一番必要なことは、老いを受け止めて受容することです。人間が老いていくものに対する新しい概念が生まれ始めました。賢く年を取って生きるというスマートエイジング、ないしは年を取ることは非常に良いことであるというウェルエイジングの概念が見直されて、新たな価値を生み始めています。高度成長期を迎えた日本の社会に、介護が必要になった高齢者は、邪魔者扱いされた悲しい歴史があります。老いは喪失であり、介護は、不幸な出来事である。そういう概念のもとで我々の仕事は、評価されてきました。ただもうすでにその価値観は変わりつつあります。特養の価値も変わろうとしています。ユニット型特養では、その特養の中に町のような機能を作ろうという概念で作られました。ただし、これからは特養の中にある生活の場、要介護時に必要な生活の場がその地域にきちんと作られる、特養の機能があるような町を再構築をする時代に入りつつあります。高齢者福祉を担う我々は、これまで日本を支えてきた高齢者の、文化を引き継いでいく必要があります。そのために施設の社会化、それから福祉の文化化、ないしは文化そのものを福祉化するという概念を今構築しようという時代になりました。老いを受け止める先にあるのは、人生を生き切るステージです。死を受容して、その命をきちんとつないで、この町の文化もつないで、将来明日の日本の高齢者福祉につないでいくという役割が特養にはあります。特養はもうすでに収容施設ではありません。地域の拠点となり、福祉から町づくりに貢献していくことが求められています。エイジングインプレイス、地域居住、住み慣れた町でその人らしく、いつまでも、その人らしくというのはユニットケアの概念です。いつまでもというのは看取り援助のステージです。
まあ、そういったエイジングインプレイス、地域居住を実現するために、今制度は地域包括ケアシステムの構築に向かっています。人里離れたところに作られた特養が、介護保険制度の中で町の中に戻ってきました。地域社会の中に溶け込んで、ないしはその拠点となって、もう一度町づくりに貢献していく特養、ないしは社会不常時の役割が求められています。制度は3年に一度変わっていきます。その変化に対応するような経営、ないしは柔軟性が求められています。常に地域ニーズ、社会の変化を捉え、適正なマーケティングをして、それを事業計画に反映して予算統制をしながら、経営価値を高めていく作業が求められています。時代の変化とともに、ボケ、ないしは地方という言葉も差別用語的に取り扱われました。その結果、今は、認知症というふうな呼称変更がなされています。昭和38年、老人福祉法に制定された特別養護老人ホームという呼称が今の時代に合っているかどうか、それを再検証する時代にが来ました。テーマは生活の場である、生活の場であり住まいであること、さらに最後までしっかりと暮らすことができる、看取り援助がサポートされる、看取りがサポートされる、まあ、住まいである、まあ、そういう概念を考えた場合に、特別養護老人ホームという呼称は、見直す必要があるのではないかというふうに考えています。例えば、高齢者ターミナル住宅、エンドオブライフサポート住宅、ないしはウェルエイジング住宅というような新しいイメージを持った呼称変更を提案したいというふうに思っています。